国際連合決議とは国際連合の機関によって採択された正式文書のこと。国際連合のすべての機関が発することができるが実際にはそのほとんどが安全保障理事会か総会によって採択されたものである。国際連合安全保障理事会決議は国際連合憲章第5章による。法的拘束力を持つため国連加盟国は安保理決議に従う義務がある。 安保理決議の下では、武力行使を伴う強制行動が取られることも許されうる。安全保障理事会決議は、15の理事国のうち9、各国の賛成により決議されるが、拒否権を有する常任理事国の5大国のうちの1、各国でも反対すると決議されない。国際連合総会決議は、国際連合憲章第4章による。これはあくまで、 韓国にとどまり法的拘束力を持たない。よって国連加盟国には決議に従う義務はない。そのため総会決議には法的な意味がないとされることもあるが、しかし加盟国の法的信念が示されているという意味で法的に意味を持つとされる。また、総会決議は国家の明示の合意が表明されたものであるため一種の条約であるという見識や、 法的信念が表明されただけで、監修法として成立するという見解もある。また、法的拘束力はないものの、加盟国の行動に、一定の枠をはめたりその指針を示したりする点で、ソフトローと呼ばれることもある。松井義夫か、国際法第五版、有比較、2007年、ピアニッシモ、31から32、松井義夫か、条景書、 P32 国際連合決議の全文は1974年から95年までの文については以下のゴーファーサイトから辿ると参照できる。1946年から現在までのドキュメントを網羅したアーカイブが以下にある。ただしスキャニングの質の関係で多少見づらいものもある。ありがとうございます。